皆さん、こんにちは。アメスマ社長の千尋です。本日はですね、仕事に対談ということでゲストをお越しいただいてます。大平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大平さんとはですね、2、3ヶ月前ぐらいに連絡をいただきまして、もともとアメスマを使っていただいてたんですよね。使ってたわけじゃないんですけど、ブログで紹介してました。アメリカに来る人たちがよくアメスマさんの SIM カードを使ってたので、アメリカに来る際は日本語対応してるんで便利ですよっていうので、新しく来た人たちにお勧めして紹介してたっていう感じ。ありがとうございます。はい、そうです実は3月ぐらいにお話をいただきまして、もともとは留学してるステータスから仕事を探してるっていうところで一回お話しさせていただいて、で僕の方でもいろいろ探したりはしたんですけれども、なかなか見つからず、ただ仕事を探されて最終的にアメリカで就職するところまで至ったということなので、今回そのお話をお聞きできればなというふうに思っております。早速なんですけど、生まれ育ちはどちらですか？生まれたのが新潟県の津南町で、豪雪地帯って呼ばれてるところで、はい、冬だと4メートルとか雪が降る本当に田舎町で生まれました。中学とか高校もずっと新潟だったんですか？そうですね、その田舎町で育って、高校から長岡市にある長岡工業高等専門学校、通称高専に進学して、そこから工学系の道を歩んでいくって感じです。どんな感じのお子さんだったんですか？恥ずかしがり屋でしたね。人見知りで、初めて会う人にもう拒絶反応みたいな今はそんな感じ全然ないですけどねそうですね、だいぶ社交的になったと思うんですけど、成長していく過程で人とコミュニケーションを取って、人脈を気づいて、友達を作っていくのは楽しくてすごい大事なことっていうのを多分ちっちゃいながらに気づいていって、少しずつ社交的になっていった感じです。なるほど。大学はそのまま新潟に行かれたんですか？大学から東京の都立大学ですね。私たちの時は首都大学東京、南大沢駅ですね。そうですね。でも工学系は豊田キャンパスっていう八王子駅の一個手前の豊田駅からのところ。中央線かなんかの豊田駅。そうですね。しかも高専って5年間で3年生に編入なんで、私南大沢キャンパスには1回も通ってないんです。あ、そうなんですね。たまには遊び行きますけど、授業的なのは受けたことなくて、ずっと豊田キャンパスっていうすごい田舎のとこにある山って感じですよね。そうですね。何も出身多摩なんで結構近かった。あ、そうですね。だから多摩センターとかからちょっとトンネルくぐる、そっちの方ですよね。そうですね。そこでずっと大学編入なんで、学部 3、4年と、あと大学院行ったんで4年間ですかね。高専で5年行くから2年間大学 1、2年生のとこにやってってことなんですね。大学ではどういうことを勉強されてたんですか？大学は航空宇宙工学で人工衛星を作ってました。研究室。すごい。実際に作るんですか、ものを？あ、そうですね。いろんな大学と協力して、私の専門は推進系っていう人工衛星のエンジンみたいなところが専門だったんですけど、それを実際大学と協力して、最終的にロシアに行って、その自分たちが開発した人工衛星を打ち上げるところまで達成することができたんで、すごいラッキーです。で、今はもうロシア行けないじゃないですか。そうですよね。でも今でもイーロン・マスクのスペース X はじめ結構盛んじゃないですか。だからかなり今でも需要がありそうな研究内容ですね。はい、そうですね。どこかで役に立ってるといいなと思います。で、そのままじゃあ学校を過ごされて、大学院も同じように研究されてるわけですよね。はい、そうですね。同じ。卒業するときってどういう進路が出てくるものですか？私たちの学科だと、まあ航空宇宙なんで、本当に人工衛星作りたい人は、日本だともう三菱電機さんか NEC さんしか開発してないんで、ロケットだったら IHI さんとか三菱重工さんとか、あとは JAXA さんはまあ全部の取りまとめみたいな、そこら辺を目指すんですけど、就活をやってると宇宙業界ってお給料があんまり良くないなっていうことに気づくんですね。そうすると通信会社さん、携帯キャリアさんとか、私みたいにコンサルとか SIR みたいなところに行く人も多分半分ぐらいいるんじゃないかなと思います。なんかもったいない話というか。そうですよね、もったいないと。だって今ね、こっちでそれこそ宇宙関係のエンジニアなんて言ったら引く手あまたで、給料もかなりスタートアップでももらえるところの領域だから、日本はその辺の値段をつけるのが難しい部分もあるかもしれないですけど、配偶良くすればね、宇宙産業にももっと進出していけるっていうプレゼンス出しそうですけどね。じゃあそのタイミングで宇宙も興味あったけど違う業界でそのところもちょっと検討しようってことで就職活動されてたんですか？そうですね、はい。先輩方ももちろんその宇宙関連の会社さんとかに行ってるんですけど、話を聞いてみると、もちろん宇宙に携わることができてるんでやりがいはありますと。でも実際新入社員の時とかは、例えば人工衛星の部品一つをずっとやるみたいな感じで全体を見れないっていうことが分かってきたんで、私はその人工衛星の部品作りたいんじゃなくて、プロジェクトマネジメントとかそっちの方に行きたいなっていうのを就活して分かってきたっていうと。確かにね、ネジ重要で、多分それでパフォーマンスが上がるとは思うんですけど、はい、パフォーマンスをちょっと上げるための研究とか
とか努力っていうのはやっぱり達成感得にくかったですけど難しいですよね。就職は SIR ということで、はい、野村総研でしたよね。はい、野村総研という会社に入りました。システムインテグレーターとか、まあ、コンサルの部門もあるんですけど、給料も高いで有名ですよね。そうですね、給料もまあまあ高い方に入るんではないかなと思います。そこで就職されてどんなことをやられてたんですか。配属されたのが金融 IT コンサルティング部で、金融 IT コンサルタントとして6年間ぐらい働いたんですけど、金融だったんで銀行証券保険のお客さんで、その方たちに対して IT を使ったソリューションだったり、お客さんたちが使ってるシステムのプロジェクトマネージメントみたいなところをずっとやってました、うん、確かにそういう上流工程というか SIR の中でもかなりいろんなタイプがあるじゃないですか。はい、そうですね。 NRI の人たちは知的な感じでアドバイザーとか入ってるようなイメージがありますねでも上流工程なのは間違いないです。そうです、取りまとめみたいな役割がメインになってきます、うん、僕前職で IT 系の会社だったんでソフトウェアの提案というか持ってったりするんですけど、はい、一番上流のところを抑えているところが選ばれる感じがあって、そこに入れてると強いんだろうなって勝手に思う。そうですね、ビジネスモデル的には強いと思います。上流から入ってお客様をサポートする。結構じゃあ金融とかシステムとかトラブルとかセキュリティリスクとか大変そうなイメージですけど、はい、仕事の負荷的には結構高かったんですか。自分の感想としてはすごい忙しかったですね。システム開発だと期限とか納期とかもあるんで、すごい IT コンサルタントって忙しいんだなっていう。そうですね、まあ、もう給料高いってことは忙しいんだなっていうのを学びましたその仕事をされてたと思うんですけど、はい、今はどちらにいらっしゃいました。アメリカのミシシッピ、オックスフォードっていう、まあ、ミシッピ大学があるところです。なぜその仕事をしてたところからミシシッピに来ることになったんですか。もともと航空宇宙やってたっていうところで、大学生の頃から海外で国際会議に出たり、あと人工衛星の開発なんでアメリカの砂漠に行って打ち上げたり、海外から受け入れた人たちに対して人工衛星の開発を教えるみたいなプロジェクトがあって、国際交流をしている中でやっぱり自分は海外で勉強したり仕事をしてみたいなっていう気持ちが就職する前からあったんで、就職する時も将来的に海外の視点で働きたいです、海外の案件扱いたいですみたいなことを言って、就職先の方にはそういう案件もあるから大丈夫ですよみたいな言われたんですけど、まあ実際入ってはなかったんですけど、会社入って2年目ぐらいからですね、お金の余裕が少し出てきたぐらいに、渋谷にあるアゴスさんっていう MBA 予備校、はいはい、ここがあるんですけど、そこに土日通って海外留学するためにはTOEFLの点数が必要なんで勉強始めたっていうところです、じゃあ社会人2年目からもう留学とか含めて準備を始めてたってことなんですね。そうですね、はい、最初 MBA の留学に来たから、なるほど、キャリアのステップアップにいいのかなと思ってたんではい、はい、最初TOEFL受けた時ってどれぐらいの点数だったか覚えてらっしゃいます。すごい低かった、40とか50とかあったと思います。最初絶対そうっていうか、むしろもっと低くてもおかしくないですよね。2、30点ぐらいとかって結構普通に聞いたことありますよね。ああ、そうなんですね。多分普通に日本で教育受けてて海外行ったことないみたいな人とか、うん、多分30点ぐらいが普通なんじゃないですかね。そうですかね。多分その時 TOEIC だと700何点あってでTOEFL受けたんですけど、はい、全然別物なんでそうですね、レベル差に最初愕然としますよね。そこからどれくらい勉強されて、はい、最終的にスコアはどれぐらいまで上がったんですか。やはり働きながらなんで、一回諦めたり学校に通わなくなったりした期間もあったんで、社会人2年目で通い始めて6年目で留学したんで、4年ぐらいで留学した時は89、全然高くないです。それはMBA って最低でも100点って言われてて、でも私の場合ミシッピの大学院だったので MBA とはちょっと違うんで、89でも全然大丈夫だったって感じです。確かに結構 MBA とかスタンフォード MIT みたいな、そういうところだと大体100点が基準って感じですよね。はい、はい、そうですね。他のところでもうちょっとなんかスキルとかあるとちょっと足りなくても問題ってところで、90点前後ぐらいが多分次のボーダーでっていう感じですかね。そもそも4年間働きながら結構だって忙しいわけじゃないですか、はい、その忙しい中、まあ、なんだかんだ継続して数年かけてそれだけ点数取れるっていうのはすごいことだなっていうふうに思いますね、うん、そうですね。やっぱり自分で海外行きたいっていうモチベーションがあったからだと思います、うん、なるほどね。最初 MBA だったじゃないですか、はい、いつから MBA はちょっと難しそうかなっていうふうな感じになったんですか。そうですね、最初社内の MBA っていう制度も、うん、うちの会社はあった
ったんで、それ行きたいですっていう上司の方に言ったら、まだ仕事頑張ってから行かせてあげるよみたいなことを言って、でも私は30前とかまでには行きたかったんで、今行ってる先輩方を見てると35とか仕事頑張って実績残して、そのご褒美じゃないですけど行ってる方が多いのかなっていう印象で、そこまで待つにあと10年近く働かなきゃいけないなっていうのが見えてきて、長い下積みでしかも保証されてるわけではないですしね、はい、そんなに頑張れないなと思って、その後も私費で MBA 行く可能性とかも考えたんですけど、そうすると2000万ぐらいやっぱり必要、なかなか厳しいなと考えてる中で、たまたま応募した奨学金が受かってですね、ミシッピ大学から出る奨学金で、全額奨学金で2年間分の授業料全部と月々1000ドルぐらい生活費もらえる、これは自分の目指してた MBA じゃないんですけど、大学院で2年間勉強できるってことで、このチャンスは逃しちゃダメだなと思って留学に至ったって感じです。奨学金はもう最初の方から結構積極的に探してはいたんですか？いや探してないです。有名どころを探しつつ、それも期間が過ぎてたりして、うん、たまたま応募できるのがそこしかなくて、ダメ元で応募してみたら受かったみたいな感じ、何年かけてでもいいからまあ行こうとしてたんで、受かると思ってなかったんですけど、まあ応募したら受かったって感じです。それちなみに何ていう奨学金のプログラムなんですか？それはアレックス財団が出してるアレックス奨学金、授業料と生活費の一部ってかなり大きいですよね。そうですね、多分合計だと600万700万とかもっと1000万近く、価値的には、うん、そうです、すごい。それは審査ってどういうものなんですか？最初応募して、その後エッセイとかがあって、最終的に面接を受けて終わりって感じです。面接は1回？面接1回だけでした。エッセイとかは結構準備しなくちゃいけないものですか？私はもう1日2日で。すごい。で本当ダメ元だったんですよ。ダメ元だったんで本当に軽い気持ちだった。なるほどね。エッセイ以外に準備しなくちゃいけないものってあるんですか？いや、なかったです。出願書類とエッセイ出して、その後なんかオンライン面談もあったかもしれないですけど、ちょっと記憶がないです。そういうの挟んで最終的に対面の面談だったのか。それって結構何人か通るようなもんなんですか？その時はコロナ禍だったんで少なかったと思うんですけど、20人か15人くらいですよ。それって日本人が基本的には日本でもらえるものになる？あ、そうですね、はい。大学の選択肢って限られるんですか？大学の選択肢は複雑なんですけど、アレックス財団の奨学金もらうと、大学に付属してる日本語補習校みたいなところで先生をやるか、大学で日本語を教えるか、働く代わりに奨学金もらえるっていうもので、受かった後にマッチングみたいなのがあるんですよ。なんで大学は選べないっていうのが回答で、必要としてる大学とマッチングしてそこに行くみたいな感じになるんで、どこの大学したいとか選べないです、うん、完全に運というか、そのタイミングによると、行ける学校リストみたいなのあるのか？そうですね、そこの日本語の授業を大学が持ってるとこがリストに入ってると。じゃあ受かった時はまだミシシッピに行くか分からず、どっかの大学に行けるっていうのが、なんでどっかの大学に行きたいっていうのがある人はあんまり向いてないと思います。留学したいっていうのを目的にしてる人だったらいいと思います。奨学金出て実際渡米されるまでどれぐらい期間があるんですか？応募したのが年末ぐらいで、面接とか終わるのが2月とか3月だったと思うんで、2020年の年末？2019年なんです。コロナがあって1年延期したんで、結局実現したのは1年後になるんですけど、普通のプロセスであれば 2,3 月に決まって、その後いろいろ講習みたいのもあるんですよ。日本語を現地で教えるためのエデュケーションの方法みたいな、ティーチング方法みたいのを学ぶ講習があったりして、それを経て8月に渡米するって感じ。じゃあもう1年がかりぐらいって感じですかね？そうですね。で私の時はコロナが発生して、結局1回学生ビザ発行できないっていうことになったんで、はい、1年延期になって2020年の8月にやっと来れたみたいな。実際最初それで渡米されて、授業とかは結構やっぱ大変でした？そうですね、やっぱりアメリカ人の英語は早くてですね、特に友達とかの英語は絶対教科書に載ってないような表現だったり、はい、スピードで話をするので、もう何言ってるか全然分かんなかったですね。違う英語に聞こえました。それで徐々に実際に使う英語っていうのを習っていくと、はい、真似してですね。専攻は何だったんですか、その留学先では？専攻は IMC っていう、インテグレイティッドマーケティングコミュニケーション、要はマーケティング戦略とかを勉強する学科です。実際アメリカに留学して目的は達成している状態で、そこからさらに
アメリカで仕事をしてみたいっていうのも最初からあったんですか？そうですね、アメリカで勉強して卒業するからにはその後のステップとしては就職して仕事をしたいっていうのがありました。実際アメリカで仕事をゲットするために動き始めたのってどれぐらいのタイミングだったんですか？動き始めたのは卒業が5月なんで、その前の年の夏休みが時間がいっぱいあるんで、そのぐらいからそろそろしなきゃなって思い始めて、英語のレジュメを作ってキャリアセンターに行って見てもらったりするのを始めましたけど、まずその時はどの企業に応募するとかはやってなくて、実際応募し始めたのが年末ですね。2021年の9月から行き始めてて、2022年の夏休み6、7、8ぐらいからちょっとずつ準備始めてっていうような感じです、ね。はい、そうですね。実際応募ってどれぐらいされたんですか、企業に？最初は本当にアメリカの就活方法っていうのが全然分かってなかったんで、本当に自分が働きたい企業、行きたい企業に例えばアップルとかグーグルとかそういうところに応募してたんですけど、リンクドイン使ったり、企業のページにキャリアページっていうのがあって、そこで直接応募できるんですけど、20いかないぐらい何も考えず行きたいところに送りました。実際送ってみて反応はあるものなんですか？反応はほぼゼロですね。全然返ってこないところもあれば、今回は機会がなかったんでごめんなさいっていうのは、まあ、日本と一緒ですかね。それに関しては時期の問題もありますよね、コロナが、ね、しかもその後レイオフがバババって入るタイミング、はい、大きい企業はもう応募できるポジションがない企業が多かったです。それで結構一通り出したけど反応ないって難しそうだなってなって、はいはい、次の打ち手はどんなもんだったんですか？そのタイミングで千尋さんに連絡したんで、アメスマさんの YouTube 見てて、就職できないにしても雇ってもらえないかなと思って、そのタイミングでダメ元で連絡させていただいたんですけど、いろいろ相談に乗っていただいたりして本当に感謝してます。いやもう弊社に来ていただくにはちょっとトゥーグッドな人材、ポジション的にそういうシステムの専門的な人って抱えるぐらいのリソースなかったんで、うちでの仕事っていうのは難しかったんですけど、それでその次に日系のリクルーターさんにコンタクトを取って、紹介していただける会社も日系なんで、そこで5社ぐらい応募して、紹介していただいたところは書類は全部通って面接のステップに向けて、1社はもう途中でちょっと自分のやりたいことと業務内容が合わないなっていうことでお断りして、最終的に3社から最終面接まで行ってオファーをいただいたっていう感じですか。それぞれどんな会社だったんですか、大社っていうのは。アメリカに進出してきてる日本の会社で、一つは通信会社、あとはソフトウェアの、まあ、ERP の会社です、うん、もう一つは実際私が6月から働くことになるんですけど、ニューヨークにある IT の会社。今までのご自身のバックグラウンドとかとも近いような両会社、近いところです。そこしかやっぱり面接までたどり着けないですよね、うん、バックグラウンドがないと難しいなっていうのを感じました。3社ともビザのそういうサポートみたいのはしてもらえるものなんですか？私 OPT で1年間延長できるんですけど、その後のビザっていうのもちゃんとパフォーマンスを出すっていうことを前提に価値を見出せれば、会社としても H1 ビザのサポートをしますよっていうのを雇用条件に入ってます。じゃあ結構3月から探し始めて、本当結構急転直下で決まってた、ね、そうですね、はい、リクルーターさんに連絡取ってからは早かったですね。その辺でオファーの条件とかって結構会社さんによって全然違うものですか？お給料は会社さんがある場所によって全然違いますね。それこそニューヨークで暮らすのと今僕がいるダラスで暮らすので全然多分違うとは思うんで、うん、現地採用ってことって家賃補助だったりとかあったりするんですか？私が受けた3社さんはなかったです。じゃあ単純に給料一本勝負みたいな感じで、はい、そうです、年俸これだけで、この中で家賃も全部出してくださいっていう感じです。実際3社内定もらえて、はい、2ヶ月とかそんぐらいの期間の割に、はい、選択肢多かったケースじゃないかなと思ってて、はい、なんでそんなにオファーをもらえたっていう、はい、そうですね、うん、自分の分析だとやはり日本でやってきたこと、金融 IT コンサルタントという職種を必要としてくれてる会社がアメリカにもたくさんあったんだと思います、ね、その経歴がなくアメリカの新卒として受けたら絶対取ってくれないと思うので、結局どこの大学卒業したとかではなく、何をこれまでやってきたか、相手の企業さんと自分の持ってるスキル的なのがマッチしたっていうのが一番大きなところだと思います。結局働いたことなくてアメリカの大学に来て卒業して、はい、OPT からビザって、はい、もうほぼなんか選択肢ないっていうか、特に OPT1 年は厳しいですね。これから来る方、やっぱり STEM のメジャーの方が就職したいとなったら、それを狙うのが一番現実的かなと思いますね。これから仕事始めていくことになると思うんですけど、はい、しばらくはアメリカで仕事をしながら生活していきたいっていう、そういう思いですか？日本に帰る予定はなくて、次は H1B を目指して、ずっとアメリカで残って仕事していきたいなっていうのがありますね。アメリカで仕事したいっていうのはどういうところから来るんですか？日本ではもう5、6年働いて、
働いたので新しい刺激が欲しいっていう意味でアメリカで働きたいっていうのが一番起きて、まあお給料も日本よりはいいですし、自分の感覚としては別に日本で生活するのもアメリカで生活するのもあんまり変わんないんですよ。食べ物とか確かにあの日本のラーメン食べたいなとか思いますけど、生活で僕は嫌だな、日本に帰りたいなっていうところがないので、給料のいいアメリカで稼いで生活していきたいなと思います。じゃあ感覚的には東京と神奈川ぐらいの差みたいな感じで、はい、ビザの問題とかなければ別にどっちでもいいかなみたいな、経済条件とか生活環境でっていう感じなんですかね、はい、あと自分の英語もまだまだ実務レベルに足りないことがあるので、仕事しながら高めていきたいなと思ってます。で、あと最後に動画を見てる方ってやっぱりアメリカで大平さんと同じように仕事をしたいとか生活したいって方結構見てらっしゃるんですけど、はい、その方々に向けてこういう風なアクションを取ったらいいんじゃないかみたいなものってありますか？留学に行きたい方は少しずつ TOEFL だったり IELTS の勉強を今から始めて、すごい時間がかかるんで、将来的に行きたいと思ってる方は今日から始めていただいて、留学先を選ぶ上で自分がこう経験してみて、やっぱり OPT1 年で雇ってくれる会社さんってすごい少ないと思いますので、 OPT3 年を受けることができる STEM のメジャーを目指した方がいいんじゃないかなって思いますね。就職活動とか転職活動かもしれないですけど、はい、なんかその辺で気にした方がいいことってあります？はい、私もアメリカの企業20社に応募したんですけど全く手応えがなかった。そこで諦めるんではなく、次に何ができるかっていうのを考えて、私の場合リクルーターを見つけて会社を紹介していただいて、最終的にオファーをもらうとこまで行けたので、それが誰しにも合うやり方だとは思わないんですけど、諦めずに、アクションを取っていろいろ動いてみるしかないので、いろいろつてを使ってコンタクトを取ってみたり、考えて止まってるよりアクションを、オプションを増やしてテーブルの上に選択肢を乗せていくっていう作業かもしれないですね。大事だと思います、そういうところ。わかりました、ありがとうございます。今日はですね、アメリカ留学からですね、実際に就職活動をされて仕事をニューヨークの方でゲットされた大平さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。この動画見て大平さんにコンタクト取りたいみたいな方がいたときに、はい、SNS とかやってらっしゃいますか？あ、やってます。インスタもツイッターもあるんで。あ、じゃあインスタとかツイッターの連絡先を概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん大平さんにコンタクトしてみてはどうでしょうか？はい、ぜひ答えられる範囲で何でもお答えしていただけると思います。じゃあまた視聴者の方は次の動画でお会いしましょう。さよなら。